優雅ブランドディレクターの紀です。今回は以前お問い合わせいただいて質問いただいた内容についてお話をしていきたいと思います。で、まあ、内容は何かというと、うち、OEM をやるにあたって、まあ、これぐらいの予算必要ですよ、こういうのにこういうのがかかりますよっていうのを、実際にお問い合わせいただいても、回答しますし、まあ、ここにサムネ置いておきますけど、以前の動画でも言っています。で、それに対して、うちではこれぐらいかかるけど、でも実際市場ではこれだけ安い金額で売られてるじゃないですか。作るのがこれだけ安い金額で売られてるんだったらば、作るのはもっと安くなりますよね。あれってどういうふうにやってるんですか、という質問でした。で、まあ、確かにこれ疑問に思うと思うんですが、まず一つ前提として、数を作ったら、うちもそれは値段が下がっていきます。それは数がどれぐらいかって言ったら、100、500、1000、5000、1万って作ってたら、それはもちろん安くなります。なので、ここは前提としてお話ししていきます。で、まず一つ、うちが、私が回答した内容、例えば、以前の動画でも言ってますけども、もともとある商品に自分のブランドのタグを付け替えて販売をするっていう方法もあるんですね。で、それとはまた別に、例えばもともとあるパターンをインターネット上でダウンロードをして、作るっていうパターンもあるんですよ。つまりこの世の中にはありがたというものがあるんです。もともとできているもの、それをちょこちょこっと修正を加えて自分のブランドとしてやっていくっていうやり方があります。なのでうちがやっているのは、すべてがゼロの状態から、デザインからパターンから何からかにまで、すべてがゼロの状態でオリジナルを作っていくわけですよね。ただ、そういう例えば、まあ、低価格帯で売っていけますよ、それを実現させているのは、まず一つ前提として数、生産量があること、そして、ありがたと言われるような、もう元々形があるものを使ってちょこっとした修正をして出しますよ。これもちろんコストかからないわけですよ、私のところでやるよりも。なので、ここでどうしても金額の差は出てくるということです。で、じゃあ果たして私のところでこのありがたを使ってやれるかやれないかって言ったら、これやれるんですよ。ただ私がやりたくないんですね。で、なぜやりたくないか。例えばこの実際に今物って溢れてますよね。で、そのものをほぼ同じものをまた生み出しても、要はうちは OEM 会社としてもやってますので、事業を。実際に売れなかったら、依頼していただいたブランドさんが売れなかったら、私もお金が入らないんですよ。だから売れる見込みを私はこう見れないわけですよね。要は同じものの隣に同じものが置いてありました。これのじゃあ差別化って、まあ、誰がやってるかっていうのと、どれぐらい安いかっていうところが、まあ、大きく関わってくるだけで、独自性がないわけですよね。なんでそのブランド買わなければならないのってなった時に、安いからとか、この人のファンでこの人がやってるからとか、そういうような形になってくると、どうしてもこれだけではさすがにちょっと弱いわけですよ。だからそういうような、要は利益を見込めないところに関しては、私はやりたくないという判断で、このサービスはやっていないということです。で、これブランドさんにも直接言えることなんですけども、実際にアパレルブランドやりたいなって思ってる方に関しても、これは絶対に起こり得るんですよね。確かに低コストで、予算も、低予算でできますよ。ただアパレルブランドをやりたいんですか、オリジナルで。自分がデザイナーとして、ブランドオーナーとしてアパレルブランドをやっていきたいんですか、それとも利益先行型のビジネスを、商売をやりたいんですか、によって変わるわけですよね。で、利益先行型の商売をやりたいのであれば、アパレルには手を出さない方がいいです。知人とかで、アパレルブランドやっててキラキラしてるから、なんか俺やってるんだよねアパレルブランドっていうような、感覚でやりたいっていう風に言った方も、言った知人もいるんですけど、まあ、やっぱおすすめできないわけですよ。なぜかというと儲からないからなんですね。だからやっぱりアパレルブランドで儲かるってなると、やっぱり一番辛いこの立ち上げの時期を乗り越えて、どん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 実績を積んで、みんなに知ってもらって、しっかりとしたブランドが成長しきった段階で、まとまった利益が入ってくるようになってくるっていうような仕組みなので、ここでちょっと初速ちょっと売り上げたとか、ちょっとうまくいったやつも結局やめちゃうんで、なので私はこういうやり方は、まあ、やりたくないということです。まあ、今お話ししたこの2つ、覚えておいてください。うちはゼロから立ち上げてオリジナルでやっていく、ようなところです。で、もう一方は利益先行型で、もうありがただとか、ちょっとした修正を加えてブランドをやるっていうような方に関しては、まあ、やりたいならばやってもいいとは思います。別にやっちゃ悪いことはないと思うんですが、まあ、さっき言ったような例があるので、ここはよく気をつけて、やるならばやってみてください。